こんにちは、こんばんは、おはようございます、キコちゃんです。ダー昨日ね、エデンに行ってたんですよ。福音響かぬ太宰の楽園ってことで。で、なんでこれ後付け解説かっていうと、メモリーカード1枚で、動画編集して、動画を、エンコードしてる最中にもうエデン来てたんで、メモリーカード開かなくてこれ撮れなくてですね。どんな動画かっていうと、ダンテス、ジーン・ダンテのみ。で、フレンド・サタン1ですね。まあ、サタンがいればっていうね、結構、言われたと思うんですけども、まあ、とりあえずダンテがどんだけ強いのかなっていうところを見たくて、こんな感じで来てみました。完全にショットですね。はい。で、ダンテはね、電撃がついてるんだけども、砲撃タイプじゃないんで、ガブリエルと比べたら、攻撃力がちょっと劣ってしまうよっていうところで、ちょっと、どうしようかというところ、問題ありというところですね。で、今のは完全ミスショットでございます。で、鳥を倒しておきたいというところで鳥を狙いにしまして、毒で倒すと。まあ、言うてもね、ダンテの、あれはちょっと弱いの、電撃弱いとはいえだよ。弱いとはいえ、雑魚処理にはかなり、もう有用な、あれかなと思いますよ。あれってわかんないですよ。これで HP 調整ですね。よいしょ。で、両方とも同じぐらいの HP にして、ここでサタンかな。で、駆逐してやろうぜというところですね。右上から出たらもう終わりみたいな。よいしょ。これラッキーですね。すいません。で、これで、ドーン倒しました。HP がね、6万ほど減ってしまってる状態だから、ちょっとね、あまりいただけない進み方ではあるかなと思いますが。はい、ここはステージ2。なるべく電撃を拾いながら。左下拾いたかったんだけど失敗しましたね。ここもね、ここが結構鬼畜なんじゃない？ここのこのティターンだっけ？ティターンの、攻撃をうまく調整できずにやられてしまうって方もね、多分少なくない。多分ほとんどの方がここで結構やられてしまうんじゃないでしょうか。よいしょ。これね、右下のティターンはすでにね、滅び去る寸前なんで、あとはここで調整ですね。できれば毒でこの天使をね、先取りして倒したかったんだけど、ちょっとこれは失敗しました。右下はもう毒で倒せると思います。あ、OK。こんな感じですね。これは電撃のいいとこですね。あ、最後の一押しができる。うまくやればね。さあ、そしてここエビル・イン・ライトのステージですね。ここもビリビリビリっと使って、電撃をうまく使ってね。で、上かな。ここもね、電力を使いましょうってことですね。もうダンテの電撃はやっぱりなんか安心するよね。まあ、言いたいことわかると思うけど、ここも電撃。電撃さえあればね、サンダーバードも倒しやすいというところでございますよ。ここどう打ったかな。あ、そうだそうだ、回復に専念しようと思ってます。そしたらちょっとずれちゃったっていうね。すげえ髪型してんな。しかしな、だん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 ウォーズマンみたいになってきてる。そろそろ切ろう。はい。で、ここはもうサクサクパンダですね。で、中央の3、2番2だね。2がなくなる前に倒さないと、2ライがないと同じでね、HP を4にされちゃうんで、ここでどうにか倒しましょう。本当は身をつけとけばよかったんだよ、ダンテ。2人目と3人目のダンテも身をつけとけばよかったんだけど、緊急で進化させたもんだから、特にそれをやる時間はなかったという感じですね。ここはやりやすいよね。このサタンがね、エデンキラー UEL すぎて強いよね。なんか尖ってていいよね、このキャラね。トグロにも使えたしね、いろいろ便利。ミスったかな、確か。ただ、目玉を倒せるっていうね。そこはちょっといいところだね。さすが電撃。ここも、あ、や、上から行くんだ、まだ。そうだそうだ。で、なぜか。ちょっと操作の誤りですね、これはね。ここはそうだね、真ん中の目玉を壊そうというところです。で、サタンの番で、終わらせようという感じですね。サタンはね、ちょいとずれだけで100枚以上出たのか、200枚以上か。これやばいよ。で、気づいたのが、サタンをここに位置取りしとけば、2手目でこう下がって
ここに位置取りができるんで、結構サクサクパンチなのかなと思いました。これは電撃ヒロインズの天使をね、倒したくて。さあ、これも最初は気づかなかったよな。シュウィンってやつさ、ガブリエル2人連れててすげえダメージ食らっちゃって。やっぱそう考えるとこれはね、かなり鬼畜なクエストですよ、やっぱり。いまだに、サタンが出てきてちょっとうまく調整したかなっていう感じがするよね。ほらサクサクパンダ、ほらほらほら、本当にね。まあ私、あのサタンなしの動画もいくつか、一つ二つ三つわかんないけど出してますけども、やっぱサタンいるといないとじゃ全然難易度が変わってくる。てかボスに対してのキラーがすごいからね、全然そこは違うかなと思います。そしてここだね、ここも電撃で下に間に入っていこうかな。あ、どこかできなかったか。でメテオなんですよ、ダンテ君の。ダンテ君って言ったら PDS なんじゃない、ダンテだね。ダンテのストライクショットはメテオなんですよね。なんで顔がある状態でやれば多分ダメージは防げるんだけど、この動画でちょっと失敗しちゃってますね。でここで確実にティターンを倒したいんで、ストライクショットで仕留めに行きます。よいしょ、確実にね。で剣がある状態で下に行くよってところ、確かすげえ剣術してますね。ほらでギリギリ HP 半分いってないところだね。そしてこの人はね、またねやりづらいところにいたんだよね、これね。まあただね、電撃とかも含めてなかなか悪くはなかったかなと思いました。で、怒るとね鳥を呼ぶんですよ、下に。なのであれを電撃でどうにか倒さねといけねえなと思ったんですが、まあ削り切れてないね。あとは電撃で十分だね。まあ、下にねダンテがいる時点でまあほぼ勝ち確なのかなとは思いますね、あの鳥に関してはね。で、ここは三角になってるんで、三角の動きをすれば出ることはない。浄化の輝きが世界を覆い尽くす。で次のステージですね。もう全員ストライクショット溜まってるんで、すごく安心感はあるかなと思います。ただエデンの HP ってすげー高いんで、うわーどうだろうね。そんな使え、あのストライクショットが刺さるかっつったら実はあまり刺さんない。落雷とかメテオの力って意外と限られてるからね。これはね、サタンをちょっと右にずらしたいっていう、そんな感じなので、ちょっとこのガイドを信用したんですが、ちょっとうまくいかなかった。ただ結果的にずらすことができたので、ラッキーのキーだね。これ以上はサタンずらしたくなかったんで、上からダンテ2に触れる感じで、こうです。よいしょ、でこれで上に入ります。ちょっと角度きつすぎないのかな、失敗しました。ここも下当ててから行ったっけな。あ、そうだそうだ、下の木をどうにか倒したくてね、こういう風に動きました。まだ HP 半分切ってないんで安心して戦えるというところは、かなりサタンの位置もねいい感じですね。でここから4ターン以内に倒せっていうところね。で起こると右を左右に1個ずつ呼ぶというところ、ここを気をつけながらね行きたいところですね。ここは電撃をダンテの指で倒します、目玉をね。で2ターン以内に倒そうぜって話なんだけど、これはもうね、サタンがいるんで浄化の輝きいい状態ね。尽くす。でこっからもうラストステージね、メテオが2個溜まってるっていうのと、サタンが1溜まってるってことで、いやーもう安心でしょうと思いながらやってます。果たして安心なのかわからんけど、ね、なるべく多くの敵に当てたいと思ったんだけど、この位置って意外とブロックが難しい。で大失敗もしましたね。ただ1人天使倒せたんで、もう回復の床がねここに移動できました。ここもねメテオできれば全員当てたいっていう感じだね。創世の叙事師天使がね毒をまくんじゃないですかね。だからちょっとうざったいから、先に天使を倒しちゃってます。回復の床がねちょっともったいないかもしれないんだけど、まあまあまあこれはこれで。
で、ここでちょっと意識したのは、ボス戦でサタンの SS をできる限り使わないで、行きたいなっていうところですね。ただ、剣が出てたからね。あ、使っちゃったっけな。あ、使ってないよね。そう、これ気づいたんですよ。あ、やべって気づいたんですよ。で、こんな感じで、半分切っちゃいますね、ここで。これで300万ってやばいよな、ダメージな。強すぎるでしょうって話なんだけど。で、残り3体内に倒そうぜって話なんだけど、ここはダンテの位置取りがね、完璧になりまして、ループヒットってのかな、なって勝利ですね。いやー、ダンテの電撃はね、雑魚処理にいいんだけど、ストライクショットのメテオが体力の多いエデンに対してあんまり刺さらないので、そんなに、おすすめではないかなっていう感じですかね。一人はいてもいいかもしれない、メテオ要員でね、雑魚処理要員か。はい、そんな感じで、一応倒すことができましたというね、後付け実況、メモリーカードによるものなんですよね。はい、ということでドロップはゼロ。以上、リコちゃんでした。バイバイ。